渋野日向子153日向子渋野2022年ベイツアープライオリティリスト出場優先順位発表。米国女子ツアーの公式サイトが2022年シーズンのプライオリティリスト出場優先順位を発表した。このリストは各出場カテゴリーごとに順位付けして、その順位をもとに各大会の出場者を決めるためのもの。昨年行われた最終予選会 Q シリーズでツアーカードを獲得した選手にも割り振られ、同予選会で7位に入った古江彩香は138番目、同20位の渋野日向子は153番目となった。昨シーズンの実績を元にすると、メジャー以外の試合での最多出場人数は144名で、渋野がこの順位の資格、主催者推薦、予選会以外で出場するためには優先順位の上位勢が何人か欠場する必要があるということだ。現時点でのエントリー状況を整理すると、渋野はゲインブリッジ LPGA アットボカリオフロリダ州ボカリオゴルフクラブのウェイティング8番目、3戦目 LPGA ドライブオン選手権フロリダ州クラウンコロニーゴルフ&カントリークラブはウェイティング5番目から3番目に繰り上がっている。また古江は2戦目3戦目ともにエントリーを済ませている。また渋野は4戦目のHSBC 女子チャンピオンズシンガポールセントーサゴルフクラブダンジョンコースには主催者推薦での出場が決まっている。もちろん海外メジャーは2019年の全英 AIG 女子オープン優勝の資格で全試合に出場が可能だ。その他横峯さくらは72番目、上原彩子は85番目となっている。ゴルフ情報アルバ.net。みんなの声、渋野日向子さん LPGA から出場優先順位が発表されました。とても複雑ですが、優先度の順は1トップ80、前年のシーズン終了時点でのポイントリストのトップ80同ポイント含む、2キャリアトップ20、前回の公式トーナメント終了時点でのキャリアマネーリストのトップ20、3メジャー優勝者、過去5年間のメンバーで LPGA メジャー選手権に優勝したメンバー、そして4から8は今回の該当者なし、9トップ10シメトラツアー、前年のシーズン終了時点でのシメトラツアー、LPGA ツアーの下部ツアー、マネーリストのトップ10、同ポイント含む。10、該当者なし。11、ナンバー、81から100、前年のシーズン終了ポイントリストで、ナンバー、81から100、および他へのメンバー。12、13、該当者なし。14、トップ45、9シリーズ、前年の LPGA 級シリーズでナンバー1から45およびタイのプレイヤー、さらに該当者なしも含めて10のから19まであり、総勢383人がリストアップされています。渋野さんの会に230人が続いています。ベイツアーに参戦するにはすごく高いハードルがありますね。渋野さんはこの1年間で進化を重ね、総合力が高まっていますので、2022年のベイツアーの参戦が本当に楽しみです。怪我のないよう、頑張っていただきたいです。どんな時も、応援しています。渋野選手の初戦は HSBC になるのかな？ドライブオンが3つ降りてくれば。5月のシャッフルは、どの大会の後行われるのかな？それまでに、CME グローブポイント稼がないといけないですね。HSBC って推薦だとポイントつかないのでは？現時点でまだ日本にいる渋野選手はゲインブリッジのマンデー出場しないってことですかね。4月から10月頭まではほとんどが144名の大会ですし、2試合くらいの例外が132人、毎試合十分欠場者が出ますので大丈夫でしょう。どちらにしても数試合後にはリシャッフルで今の順位以下にならなければ問題ないと思ってます。まあとにかく何でもいいから出れた試合で1勝すれば、来季からは順番待ちなどということはなくなるだろう。
しかしぶっちぎりの1位通過した宮里でさえ、優勝したのは3年目のエビアンだからどうなるか。でも渋野は昨年の全米オープンでも4位、3ラウンドまでは首位だったように、1年目でも優勝の期待は持てる。シーズンの開幕が楽しみになってきたのだけれど、自分としてはどれだけテレビ放映してくれるかがとても気になる。ネットで結果を見るだけじゃ盛り上がらないですね。できれば民放でどしどし見せてほしい。出場した試合で好成績を残せばスポンサーも放っておかないから自動的に出場試合が増える。出場した試合に集中してやってください。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。